はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、芝刈り知らぬいが規制されたじゃないですか。芝刈りがリミ1になりました。で、そしたらじゃあ芝刈り知らぬいが終わったのかっていうと、実はねまだ終わってないんです。まあもうこれね、皆さんよく見たこの出張パスだとは思うんですけれども、ライトロード系でございます。ライトロード系をね出張させることによって、なんと芝刈り知らぬいね全然まだまだ戦えるということが分かりました。芝が引けなかったとしても、この光の援軍だとか、ソーラーエクスチェンジ、この辺でですね、ガツガツデッキを掘っていきまして、1ターン目で相手のターンに、1ターン目の終わりとかかな、に、デッキ枚数残り4枚とか、あとは2枚とか、すごいことになったりするんですよ。だから、めちゃくちゃ強くて、で、普通にこれ大会とかでも使えるデッキだと思うんだけれども、ただ、まずは皆さんにちょっと紹介してみたいなと思いました。で、この構築見たときに、あれ五月ないけど大丈夫とか、武士1だけどいいの、物の上2なのとか、いろいろ思うところはあると思います。これ実際回んのとか。なんで、その辺ね、こんな回るんだみたいなのを、この後の動画でね、紹介していこうかなと思います。で、申し遅れたんですけれども、この、元案はですね、KS さんという方にいただきました。ご提供いただきました。ありがとうございます。で、他にじゃあ代用カードとかなんですけど、無の煉獄正直結構キーカードなんですよ。キーカードなんだけど、この代用カードは暗黒界の取引だったりだとか、そもそも、なんていうんだ、エネミーコントローラーだったりだとか、ああいうのとかでもいいと思います。ここがね、よく無の煉獄の代用ないですかっていう風に言われることが、生放送で実は使ったんだけれども、多かったので、エネコンだとか、取引がいっちゃんベストだけどねっていう風な感じで考えております。よろしくお願いします。で、迷っているところとしては、帯同3枚ちょっと欲しいなっていう風に思う時がありまして、やっぱこれ帯同入れないと、って感じだから。でも他に抜くカードがなくて、まだ見つめきれてないっていうところもあるんだけれども、一応2枚になってます。で、あとは、これ狐、キュービのキツネ、なんでいるのかっていうと、これ、ね、エレメント相手にちょっと微妙なんですよ。弱いんですよ。今までと違ってね。なんでかっていうと、底なしとかモーレフとか、あの辺で、ルミナスとかを止められちゃうと、そこで動きが止まったりとかするんだよね。だから、ちょっときついとそこが。で、キツネだったら、2体並んでる時に限りなんだけれども、底なしで埋まったやつとかを救出できるといったところなんですよ。だから、キツネは欲しいかなと思って1枚入れてます。そんな感じです。ではでは、早速ね、リプレイ動画で解説していきましょうか。結構ね、強かったっすよ、普通に。今ね、全く意識されてないから、これで、じゃあ10連勝やれって言われたら、もしかしたらランクマとかでできるかもしれないっていう、それぐらい結構強かったっすね。じゃあ、いくつかリプレイあるんですけれども、全部大事なやつになります。基本的な動かし方を話したのと、あとは、エレメントセーバー相手の試合やってるんですよ。エレメントセーバーにこの辺ちょっときつかったですよとか、こういう風な勝ち方がありますよとか、っていうのをちょっと話しているやつがあります。負け試合と勝ち試合、それはどっちも取ってます。じゃあ、動きとかなんですけれども、相手、なんだったっけな、わかんないです。芝刈り引けてるパターンですね、これは。芝刈り引けてるパターンはかなり宇宙で、隣の芝刈り打つじゃないですか。で、速攻も悪夢の書を使えるんですよ、これ。見てください。悪夢の書っていうのは3種類以上魔法カードが落ちているときに発動できると、1枚ね、ランダムに回収する、手札に加えるってカードなんですけど、芝刈りが外れなんだけど、他はこの状態だったら全部当たりなんですよね。で、光の援軍取ってきます。で、光の援軍効果で3枚落としながら1枚サーチといったところでございます。で、ルミナス出しまして、これ見てね、デッキ枚数がもうほとんどないんですよ。で、これ帯同とかが手札に来たとしても、このルミナスで捨てたりだとか、あと無の煉獄使えば、無の煉獄って、そのターンのすべ、一番最後にですね、自分の手札すべて捨てるんですよ。つまり手札に来た、帯同ですとかも全部捨てるっていうこと。つまり、手札は墓地ってことです。強くないですかこれ。だから帯同は全然引いちゃってもいいから、多めに入れてもいいかなっていう。で、まずアサシンライデンの効果使って2枚落とすと。で、帯同効果でちょっと帯同加えます。で、1枚ドローしてこう捨てると。こう、今の見ました。今の動きをしたことで手札増えるんですよ。だから無の煉獄使いやすくなったっていう。で、シンクロせずに返しました。相手のデッキがちょっとわかんなくて、ブラマジかなってちょっと思ったんで、ブラマジだったらマジシャンデロットが入りじゃなかったら、次のターンの、メインフェーズにブラックローズドラゴンになれるんですよ。そっから一気に墓地シンクロとかでアド取っていけるんだよね。だからこのまま返しました。でだよ、このターン、シンクロせずに返したことによってもう一個メリットがあります。さっきね、メインフェーズにライデンで2枚落としたんだけど、こいつってエンドフェーズに2枚墓地に送るんですよ。で、ルミナスは3枚墓地に送るんですよ。だからこのエンドフェーズで合計5枚送るんですよ。だからルミナスライデンっていうこの構えできるだけで、合計7枚墓地に落とせます。光の援軍から今墓地の3枚プラスなんで10枚ですよね。こうやって1枚、3枚落として2枚落としてって、どうですかこれ。
デッキ枚数1ターン目で、4枚で墓地の枚数19枚っていうこんな感じですよ。タイド落ちてるじゃないですか。で影物とか妖刀とか落ちてますね。で宮塚さ物のべも落ちてると、もうバッチリですよね。これでそんな感じになります。ラバゴ置かれたんだけれども全然問題なくて、まず演歌の帯同です。で物のべ回収、あこの時ね、ちなみにね狐入れてなくて物のべ3だったわ。ちなみにそういえばでもエレメント見るんだったら狐いるなと思った。でもエレメントとか底なしとかはそこまで見ないんだったらやっぱ物のべ3の方がこうくるくる回しやすいからいいかなっていうのは思います。さあラバゴ食らうんですけど、こっから、こうやってっていうブラックローズドラゴンって感じです。まあ、ラバゴでね計画は狂ったんだけれども、ちょっとまあ俺が見せたかったのはあのなんだ1ターン目であんなにデッキ削れるんだぜっていうところをちょっとこの動画では紹介したかったんですよ。じゃあ他のデッキ相手にじゃあどういう風な立ち回りをして勝っていくのかっていうところに関してもやっていこうかなと思います。まあ基本的にはあの1ターン目でデッキ掘りまくって2ターン目でブラロ作ってからの墓地シンクロでワンキルみたいなコンセプトになります。だから妨害ない相手にはめっちゃ強いっていう感じでございます。で次じゃあちょっとサイバードラゴン相手に行きましょうか。サイバードラゴン相手はもともと有利なんですよね。で今回もこれも芝スタートですね。これが芝スタートで、あとの3つの動画は、リプレイは芝スタートじゃないやつですね。なんで、まあ、どれぐらいデッキ掘れんねんっていうところは説明できると思います。で芝スタートでバーって落として無の煉獄打ちます。シュンってね。じゃあ光の援軍引けたので援軍でバーってやってライデン取ってきます。で悪夢の章を使って無の煉獄回収で無の煉獄効果でハリムシ取ってきてライデンで2枚落とす。で、手札全部捨てて2枚落とすと。で、ハリムシあるんですけど、これねハリムシ打っちゃうと分かります、これデッキ枚数がね、これ物のべ効果も相まって残り5枚になるんですよ。で、武士1枚いるなと思いました。なんでかっていうと、やっぱ武士はこんだけデッキ掘るからアクセス回ってる時は大体できるんだよね。だから、それがいいのと、こうやって手札増やせるんですよ。だからトップとかでこうやって無の煉獄引いた時にとか、悪夢の章で無の煉獄取ってきた時にどうやって使うねってなった時に、まあ物のべとかあと帯同の効果とか、帯同の効果とか武士の効果とかで手札増やしてから無の煉獄パーンって打てばただただワンドローできるみたいなんだよね。だから無の煉獄がこれほど使いやすいテーマって他にあったんでしょうか。いいやないみたいな、そんな感じですね今の統治法。キメラティックが出てくるんですけど、もうこんなんハリムシ打ったら俺次のターン死ぬから打てないっていうね。ハリムシが打てないほどこんなにもなんかこんなにもしちゃうっていう感じです。あのドローしちゃう、デッキに落とし、デッキから墓地に落としちゃうみたいな感じになります。強いでしょう。で、ワンドローして1枚捨てると。でこれであれですよ、墓地シンクロ、次の墓地シンクロに備えてターンエンドって感じです。でロンギヌス飛んでくる、でロンギヌス飛んでくるんですけど、ロンギヌスチェーンこれ帯同みたいな感じにしました。でこうすると武士出しながら出てきます。でこのまま行ってもよかったんだけどね、ちょっとラグなくて怖かったんですよ。まあラグなくて怖かったんだけど、よくよく考えたらオーバーフローがね、あのロンギヌス打ったから打てねえわって思ったわ。でこれブラロとかで巻き込むときはこうやって演歌の帯同あるじゃないですか。演歌の帯同とかセットしといてからパチコーンって行ったりします。でオーバーフローでサーチは入るんだけれども、まあ、全然 OK っていう感じですね。で、ラストターンですよって、まあマジでラストターン、これ本当に見てくださいよ。これ帯同ありながらですね、宮塚さんもいる、ものの符ですね、武士もいるみたいな、もう何でもできちゃうみたいな感じですね。円環帯同で2枚除去して、ここを潰していくと。で宮塚さん効果でゲームセットといった感じになります。いかがでしょうか。かなり、強いんじゃないかなと思います。じゃあですね、エレメントセーバー相手にどういう風な勝ち筋があるのかなんですけど、基本的にはまあ底なしとかがきついテーマだから、まあ、よっぽどしんどいんですよ。相性としては勝率3割ぐらいちゃうかなっていう。じゃあそんな中でもどうやってじゃあ勝っていくねっていうところなんだけど、光の援軍打って、ルミナス落ちたんでかいっすね。ルミナス落ちながら帯同落ちて物のべ落ちてみたいな感じです。なんでルミナス出してこうやって切ってライデン出す、ライデン効果2枚落とす。でエンドフェイズ3枚2枚と落としていきましょう。さあこれデッキ11枚です。じゃあできない墓地11枚です。墓地11枚ってやばくないですか。帯同もあるっていうね。でモーレフ殴ってくるんですが、こうやって帯同で1枚2枚除外で、ワンドローからの1枚破壊というのを、挟んでいきますと。
ったところですね。これで後ろ底なしとかだったらここブラロでパーンなんでもう勝ちっていう感じですね。さあ2枚落として悪夢の章を援軍回収、これで援軍回収したことによってソライク打てますね。でこうやってでソライク発動、どうすか、めっちゃ頑張るでしょ、やばいでしょ、回りすぎる、やばいでしょ。でここ出して妖刀知らぬいで、刀神出すで妖刀知らぬいを戻してきてシンクロ召喚でレベル8の戦神とでからの武士召喚でバトルと、もちろんあやかし神効果も使いましたといったところでございますよ。という感じでぐいぐい回っていきます。はい、ではではやっていきましょう。エレメンツセーバーとのですね負け試合をっていう風に思ったんですけれども、まあどうせ底なしされてね、負けるだし、負けた試合だしって思って、まあまあ想像もつくかなと思ったんでランクまで回し方とかを、ちょっと解説していこうかなと思いました。リアルタイムでねと思ったらちょっとエレメンツセーバーっぽい相手とマッチングしたのでちょうどいいかなと思います。で、ハンドとしては煉獄もあるし、あ、エレメントですね、エレメントで、まあ相手目線だけどデッキ枚数24枚だから、まあ、芝刈りはケアしてるのかな、どうなんかな。さあモーレフ、結構このモーレフがしんどいんだよね、しんどいんだけどっていう感じ。3伏せ、結構これ悩んでから3伏せやな、これどうなんだ、これモーレフ3伏せ組み越えれたら大したもんやで。さあ煉獄まず打ちます。煉獄って1枚ドローを、まあ、相手からしたらこれ何デッキやねって感じだよね。光の援軍打ちます。光の援軍打って、はいはいはい、空役も落ちたと、これ結構いい。あ、小津祭悪夢の章ケアか、これ悪夢の章使いたかったな、悪夢の章ここめっちゃ使いたかったんだけど、最悪やん、なんでそんなことする、しょうがないか。なんか多分モーリフに邪魔されそうやから、これはライデンでいくかな。ルミナスちょっとここで取ってくるのもったいないかなと思いました。ではこのノベ出してモノノベ効果で、ここはまあ多分ね、なんか迷い方的に小津祭もう一枚持ってるっぽい気すんだよね、どっちか小津祭だと思うんよ。だこうしてで、あ、シンクロさせてくれたってことは、キツネは、ワイのキツネはかわいそうなことになるね。でもあれなんだよな、エレメントはまあきつい、まあきついよ、だいぶきついよこれ。ただモーレフ次殴れ、相手殴れんから 1,2,3,4,5 5枚あるからモーレフサーチしてるからさ、まあ、殴れないっちゃ殴れないんだ、だからまあそこはいいんだけど。でエンドフェイズ、これ無の煉獄効果全部捨てるっていう、強くないこれ。まあ殴れないってこと考えたらルミナス入りでもよかったのかな、いやーいやー、これでいいや。あれ、あー待って、これ相手今使わなかったぞ、例のあの蚊窓将来を、このターンどうせアレスター出してもってことだったんかな、多分そんな感じだと思う。ラパイラ、ラパイラ強いね。じゃあ演歌の帯同効果発動、ここは1枚2枚除去って、でモーレフ潰すか静電潰すか、これ静電潰していいんじゃない、静電潰しますか、静電潰して、まあ、1枚どうせコズあると思うんだけど、あー宮塚さん偉い、これは偉いよ。でラグないよね、これはほらラグないから今のところ、あってことはコズないな、煉獄引いた、反転ラグある、悲しい悲しい、今めっちゃ悲しかったんやけど、ちょっとラグあるか見るね、ラグちょっとあったっすね。じゃあこれはここ回収しちゃって煉獄打つメリットがそこまでなくて、それだったらあれも多分カナディアか底なしだと思うんだよねってなると、宮塚さ出すじゃないですか。まずね、宮塚さ出して、で、これですよ、大間の妖刀、知らぬよ、攻撃表示。ここ攻撃表示で出すことによって、あれ？あ、通った。
じゃあブラロ作ります。ブラロ作ってでパチコーンっていって、まあここ全部潰しまして、でカナディアでした。で多分アレスタ取ってこられるんじゃないかなと思います。もうチンクロが妖刀知らぬいが落ちないからできないんですよ。でそうなると、まあ窓を将来でアレスタ取っていくんだけど、コキュートスだったとしても1キロは届かんといったところじゃないですか。だから大丈夫。さあモーレフ効果、まあコキュートスがいっちゃ嫌だけどね、俺からしたら。武士にまだアクセスできてないし、地属性メガラニカ、いやそれだったら大丈夫やで。まだコキュートスだったらダメだけど、メガラニカだったら俺次無の煉獄もあるからドローできるっていう。これさ、次帯同俺回収するじゃないですか。モノノベを、あの要はこの赤いやつね、あの赤いやつ少なめにしてんだけど、これでもいいのかってところなんですけど、いいんすよ。あの無の煉獄でどうせ落とせるから、デッキに、デッキってか墓地に。さあアレイスター回収。じゃあ殴ってくるタイミングで、まあまだアレイスター効果使ってこないですね。演歌の帯同を使いまして、と宮司とこれブラロを除外します。そうすることでこれメガラニカは潰せると。で一応トップが宮司の可能性とかもあるから、こいつあやかし神は残しておきます。で手札増えたから、あ武士いいっすね。ドロー、無の煉獄でドローしていきましょう。いいっすねこれ、光の援軍だから。ルミナスじゃあ取っていきますか。であいいじゃん、星7シンクロが、あとアークロード2回やるか。悪夢の書を使って、であ光の援軍強い。あれが落ちてね、影物、あ影物落ちてんね、影物落ちてるから、あと武士出してパンってやったら勝ちか。じゃあ別にこれはうんミカエルとかにせずに武士にします。で武士で攻撃と、こういう風になるから星7シンクロが結構大事だっていうことが、まあなんか伝わったんじゃないかなと思います。で影物効果で除外ゾーンの、まあこの辺宮司あたりを取ってきて、で宮司で殴れば勝ちと。まあこれもね、今コキュートスだったとしても結局まあ武士が引けたから引けたから大丈夫だったといったところでございますね。ではではでは、いかがだったでしょうか。芝刈り知らぬいなんですけれども、皆さん回し方など参考になりましたでしょうか。参考になりましたらですね、今回の動画高評価と、あとチャンネル登録とぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。